スーパーコンピュータ技術誌では、スーパーコンピュータと HPC について、その起源から現在に至るまでの主に技術についての歴史を記述する。歴史的に、コンピュータの主たる用途は、科学技術計算と事務処理であり、コンピュータの歴史において、前者の歴史は主に機械式計算機などの計算機の歴史に、後者の歴史はタビュレーティングマシンの歴史につながっている。 高性能計算の需要は主に科学技術計算であったが歴史的にはスーパーコンピューティングという用語はタビュレーティングマシンに対して使われたのが最初とされている国勢調査のように事務処理でも高速に大量の処理をこなすことが必要なこともあるというわけであるまずコンピュータ以前の時代について大まかに述べるアストロラーベは 天文現象を機械的にシミュレーションするアナログ計算機であった。これは暦や測量のために使われた。そういった現象を計算で扱えるようになるまでには長い時間がかかった。加減算はアバカスのような器具を利用することで行えるが、常さんは加減算の繰り返しを必要とする。あるいは統計など大量の計算を必要とする用途がある。17世紀に 対数をもとにして、精度は限られるが、計算尺で常除算が行えるようになった。数値的にはネーピアによるネーピアの骨の発明と、口述する数表の一種である、対数表がある。同じ頃、パスカルやライプニッツによる機械式計算機により、繰り上がりや繰り下がりが自動になった。中国や日本では独特の数学が発達し、3にソロ版という器具が生まれ、 点言術といった計算術が生まれた。演習率や自然体数等の定数、対数、指数、三角関数、平方根などの応用上重要な初等関数の数表は一度計算しておけば後で何度でも使い回すことができる。数表はそういった計算の需要を満たした。数表の歴史については数表歴史と利用を参照。 工学の進歩により正確な数表が絶望されるようになった。機械式計算機の発展により数表を機械的に作るという野望が19世紀に生まれた。1767年には最初の転速工法に使う転速歴であるザノーチカル・アルマナック・アアストロノミカル・エフェメリースが刊行された。19世紀イギリスで数表を作成する計算機械として 解析機関が作られたバベッジはさらにパンチカードで制御されるコンピュータとも言える機械である解析機関を計画した。同時代の他の一般の計算機と比較して桁違いの能力を持つ計算機をスーパーコンピュータとするならばバベッジのこれらの機械はそれに相当する。また19世紀末にはアメリカでタビュレーティングマシンの歴史が始まった。1900年代に入り 二度にわたる世界大戦が生じた。この二度にわたる世界大戦は国家総力戦という事態にまで発展し、その中で科学技術は戦争の道具として用いられた。その科学技術を発展させるためには、やはり計算能力が重要であり、かつまた正確な計算が求められることになった。二十世紀前半の総力戦の時代に計算需要を発生させたのは、 主に次のような分野である。射撃管制や、それに必要となる弾道学法化に基づく、射表、機械暗号と、その解読、航空宇宙、工学、原子爆弾。一方で戦争に関係する、ごくわずかな分野に、大量の人的資源や、その他の資源が集中して投入され、同時に、大量の資源とエネルギーが発展とは、全く無関係に損耗したことは、 科学のごく一部の分野の突出した発展と引き換えに、広く深く基礎分野にダメージを与え、通世のような先駆者もいたものの、万能機械としてのコンピュータの誕生は、第二次大戦の終結を待つこととなった。この時代には微分解析機などのアナログ計算機や、ハーバードマークアイやその後継機等に代表される、大型の電気機械式機等の計算機も、盛んに作られた。この時代には、 電子工学も発展した。電子工学を利用した高速な計算機すなわち電子計算機の方がは1940年代前半頃に生まれている。実用的な電子計算機の誕生に向けた技術的な最後の一押しは戦争によって急激に進歩したレーダーによる高周波などの技術の発展だった。ただし一方でコンピュータそのものの発達は 戦争が終わった後に急激に進んだということもまた確かである。黎明期のコンピュータは初めて作るコンピュータであるからという理由や投入できる資金、資源等の制限からスペックをほどほどに抑えたものととにかくスペックを向上させたものとがあった。エニアックは後者であった。この時代の世界トップクラスの高性能コンピュータとしてはユニバクラークや IBM7030 がある。 CDC66001964 年、最初のスーパーコンピュータとみなされている、高性能化は大きく分けて2通りの方向から進められた。一つはパイプライン化、もう一つは並列化である。最初のパイプライン化コンピュータは、ストレッチこと IBM7030 とされている。7030は4ステージのパイプラインにより、フェッチデコード、実行を並列に行った。 当日するパイプライン処理による高性能を誇ったベクトル型スーパーコンピュータにつながる最初のスーパーコンピュータは CDC6600 だとされている。6600は演算処理に特化し高速に動作する中央プロセッサとその他の遅い処理を行う10個の周辺プロセッサという構成により上手にプログラミングすれば コンピュータのすべての部分を常に働かせ続けることができるという機会であった。また6600ではスコーボーディングによるアウトオブオーダー実行も行われている。一方の並列化への挑戦として、イリノイ大学でのコンピュータ制作プロジェクトは注目に値する。この当時はコンピュータを作ること自体が稀であった中、当時のベル研究所の計算機の能力の合計を 上回る性能の真空管コンピュータエレック i を1952年に完成させた。ELEC-I の後継機として設計された e ック i 2はトランジスタを用いた最初期のコンピュータの一つであった。e ック i 2では計算ユニットを並列化して処理速度を向上させるパイプラインが初めて導入され、e ク i i 3では画像処理を目的とした。 深度アーキテクチャが採用された。エレック4はプロジェクトとしてはうまくいかなかったとされるが、深度型の並列コンピュータの最初期のものと評価されている。この時代のコンピュータでは、IBM システム360のモデル91もメインフレームとしては高性能であったという他に、今日につながる多くの先駆的な技法を開拓している。特にトモスロのアルゴリズムによるアウトオブ。 オーダー実行が突起される。CDC6600 と CDC7600 の開発の中心人物であったシーモア・クレイは CDC を離脱し、クレイリサーチ社を立ち上げた。クレイのクレイ -1 により、パイプライン処理により、高性能を実現するベクトル型スーパーコンピュータは、完成を見た。クレイ -1 の成功は、他社に見られた万全と、 ベクトル計算を行えば良いというアーキテクチャに陥らず、ベクトルレジスタやチェイニングにより可能な限りの性能を叩き出すとした設計のうまさによる。ピーク性能を発揮するのは 64K ワード単位の行列計算において、加算および乗算とからなる計算を行った場合である。その後のスーパーコンピュータ群では、ベクトルレジスタの容量の増大及び減算及び、 序残演算機能をハードウェアに組み込む形で性能向上が行われた。以上により、クレイナス -1 は性能の点で他を一桁以上リードしていた。一方、日本のコンピュータメーカーも独自にアレープロセッサを開発したりしていたが、1980年代には、富士通、日立製作所、日本電機ともにクレイと競争するクラスのスーパーコンピュータを開発し、 販売した。これら日本メーカー機の特徴としては、各社ともに主力製品としてメインフレーム機を持つことを活かし、それらの演算強化ユニットのような形で、ないしは周辺プロセッサとして、それらを使う設計とした。このことは、性能対価格比を有利にした。クレイナス -1 では、ハードウェアの出荷に対してソフトウェアの充実が遅れ、数年後となったが、 自動ベクトル化処理に対応したフォートランライブラリーの提供を行った。さらに1983年のクレイ XMP4 提供時にはユニックス KOS の2区 OS を提供した。その後、クレイによって打ち立てられたスーパーコンピュータの基軸に沿った形で各スパコンメーカーが自社のスーパーコンピュータを発表していく。その基軸とは、である。 フォートランライブラリーの充実と同時に対話型ベクトルコンパイラの開発がスーパーコンピュータ開発に影響を与えたのもこの時期である。対話型ベクトルコンパイラは IBM やネシスによって1960年代終わりに考案されていた手法であるが広く実機に応用され始めたのはこの時代だった。クレマイナス1で基本構造としては完成しているため 以降のベクトル計算機の構成のオーケーは並列ベクトル化となった。例えば富士通では VPVPP のように移行した。コンピュータのトランジスタ化が進んだ頃にあった予言として、主に信号の伝送速度の限界を理由に世界最強のコンピュータはどんどん小さくなるというものがあった。しかし、その予言通りだったのはクレイマイナス1までで、その後も 素子の縮小は進んだものの、多数の演算要素を並べるようになったためセットは、むしろ大きくなる傾向となり、今日の一例としては、K コンピュータの計算機胸の3階は、50メートル X60 メートルの広大な空間である。その後1980年代後半以降の、ベクトル型スーパーコンピュータで見られた、並列化以外の技術的発展等について述べる。 1960年代末の電卓に始まり、1980年代に大きく発展したパーソナルコンピュータ等では CMOS 論理が主力の素子であったが、スーパーコンピュータやメインフレームでは性能の点でイクルが引き続き主力の座にあった。しかし、微細化に有利であることと巨大な市場の存在により、CMOS テクノロジーは急激に発展し、 特に微細化によって高速化するという特性によって、それらハイエンドのレンジでも、1990年代には、イクルからの交代が進んだ。スーパーコンピュータでは、例えば SX シリーズの場合、SX-4 で1994年に CMOS 化された。CMOS 化ではそれ、自体による発熱の低下と集積回路の集積度向上により、筐体に余裕ができて、 熱条件も緩和され、SX-4 では同時に、液冷から空冷への移行も行われた結果、コスト低減という利益もあった。CDC とハネウェルによる ETA システムズでは、サイバー2 0 5シリーズアーキテクチャーに、液体窒素冷却のノシーモスを用いたスーパーコンピュータが発表されたが、テクニカルサポート名やセールスの失敗等によって、短い期間で終了している。 また高速性が期待されたガリウムヒ素半導体による素子は数値風動が成功例であるが実用となったものとしては同システムが唯一とみられる。ジョセフソンコンピュータ等も期待されたが広く知られた事業例はない。超電動素子に関しては量子デバイスとして2010年頃から話題となっている D ウェーブがそのような素子を利用していると発表されている。 前節までで述べたパイプラインベクトル型スーパーコンピュータの発展と並列して LX シリーズに始まる深度型並列計算やスカラー型プロセッサの超並列化によるスーパーコンピューティングの発展があり2015年現在では NEC の SX シリーズのみがベクトル型となっているこの節ではそれらの流れについて述べる日本では1970年代に研究から 始まったパクスシリーズが先駆けの一つである。同シリーズはその後 CP パクスが1996年秋のトップ500で世界一を達成した。また CP パクスでは PVPSW という疑似ベクトル方式によりスカラ型プロセッサでのベクトル計算の性能を上げる方式も開発された。1990年代前後から 専用計算機の開発も盛んとなった。日本では FX やグレープが知られている。1970年前後に電卓用4ビットプロセッサや組み込み用として始まったマイクロプロセッサであるが大きな需要を背景とした巨額の設備投資により21世紀にはコストパフォーマンスで見るとほぼ圧倒的な存在となった。1980年代に拡大した。 ワークステーションという商品ジャンルも21世紀にはほぼパーソナルコンピュータの高性能モデルで置き換えられスーパーコンピュータもその多くがパーソナルコンピュータ用プロセッサのハイエンドモデルで作られるようになってきている概念的には以前からあるがパーソナルコンピュータでのマルチメディアコンテンツやゲーム用を目的に MMX として広まったマイクロプロセッサの深度が高くは 次節のグップグップが CPU とは素結合の大規模計算プロセッサであるのに対し CPU と密結合の演算機演算命令として便利に使われている1990年代後半にはスーパーコンピューティングと呼べる程度の計算力がもはや誰の手にも届くものになり始めたパーソナルコンピューターの低価格化と高性能化 リナックスをはじめとする自由に改造できる高機能なプラットフォームにより、ベオウルフ型の高性能計算機を開発することなど、手軽に可能になった。特に、欧米や日本では、コンソーシアム形式の開発グループが生まれ、標準化に向けた議論が行われた時期でもある。インターネットの普及により、セティホームボインクといったインターネットに広く分散した計算ノードを利用する。 分散コンピューティングが行われるようになった。また、スーパーコンピューターの計算能力をインターネットを通して手軽に利用できることを目標としたグリッドコンピューティングも発達した。シーモアクレイは超並列スカラ機に否定的で、私が生きている間に彼らが普遍的成功を収めるのは難しいと思うと述べていたが、突然の自動車事故によってそれが真実になってしまった。 また、日本で FACOM230 から 75APU から関与し、NS システム、地球シミュレータと、世界一のベクトル計算機の計画を牽引した、三好はじめが2001年に亡くなっている。日本メーカーでは、並列ベクトル機は、日立が、ヒタック S-3800 を最後に、富士通が、VPP シリーズの VPP5000 を最後に、それぞれ SR シリーズ、 AP シリーズ及びプライムパワー HPC シリーズの超並列スカラ型に移行し、日本電機の SX シリーズのみがスーパーコンピュータ市場に残るベクトル計算機となっている。またクレイ社では2003年のクレイ X1 ないしその更新であるクレイ X1 位が最後のベクトル機となった。以上のようにベクトル型から超並列スカラー型への移行が進み、 SX のみがベクトル機となっていたが2002年に運用を開始した地球シミュレータはその高い性能とそれによる優れた性能体価格比さらに時代遅れと思われていたベクトル機であることも相まってアスクプロジェクトにショックを与えスプートニクショックになぞらえコンピュートニクとさえ言われたこれにより万全とム用品のハイエンドのパーツを集め スーパーコンピューティング用としては力不足の汎用ネットワークでつなぐという設計が大幅に見直されることになった。200X 年代中盤以降のトピックを挙げる。一般に液冷の欠点と利点は以下のようなものである。21世紀に入ってからは密閉されているヒートパイプ等といった形態ではパーソナルコンピュータでも広く併用されているが、 とどまることのない集積度の向上とデナード速の限界による電力性能改善の頭打ちによる発熱密度の課題のために配管を含む冷却システムとしての液冷も利用されるようになってきた。軽コンピュータや地球シミュレータの3代目システム SR16000 などがその例である。さらに周辺回路の冷却についても液冷が選択されるようになり、 かつてのクレイマイナス2のようなフロリナート液芯のリバイバルのほか、ツバメ、KFC の油付けなど材料についても新しい検討が進められている。効率の点で蒸発冷却の採用も検討されており、新材料としてはノーベックがある。フロリナートもノーベックも品番により沸点は様々なものが用意されているが、ノーベック7000は沸点が 接取34度である。一方で、蒸発冷却は、密閉を必要とするなど扱いが面倒という難点があるため、ゼタスケーラーでは、フロリナートでも特に沸点が高い FC-43 を採用して扱いやすさを向上させている。さらに意欲的な試みとしては、大幅に安価な水の利用や、さらには、河川や海洋中への設置を可能であれば、目標として、 洗濯機等の家電や屋外電気機器の防水仕様で行われるような基板を完全にモールドしてしまうような手法も研究されている。長崎大学工学部浜田剛らは2008年にグラフィックスプロセッシングユニットを用いた際には270から470グフラップスを叩き出している。このことによりそれまでの汎用 CPU を多数用いた。 スーパーコンピュータ以外の可能性が見出された。それまで GPU はコンピュータグラフィックスのうちポリゴンレンダリングを加速するだけの用途と考えられていただけだが、深度のベクトルプロセッサ的な用途として用いることが可能となった。特に 200X 年以降はディープラーニングやゲームグラフィックス用途などにおいて行列を用いた計算について、 高速計算のニーズが高まってきており、GPU をそれらの計算資源として用いる実装が増えてきている。ただし、2020年に稼働を開始し理科学研究所と富士通が開発した富学においては、GPU との連携は採用されず、富士通 A64FX を用いた仮想化ベクトル技術が用いられている。これは専用 GPU を開発しているメーカーが、 NVIDIA というメーカーのみに近い状態であることが大きい。しかしながら、米国の次世代スーパーコンピュータ計画であるアルゴンの国立研究所のオーロラでは、インテルの CPU と GPU を統合し、エクサスケールのスーパーコンピュータ建造計画となっている。ロジック IC を構築できるメーカーがファブレス化を図った結果として、ファウンドリ側のプロセス細密化競争が進み、 2020年、現在ベース回路設計において7ナノメートルスケールのプロセスが実現している。このことが CPU の多数コア内蔵を可能にし、同じ床面積で以前の2倍スケールの並列化を可能にしている。確かに、並列化は重要であり、大きな数の CPU を同時並列にすることによって、より大規模なデータ処理が可能になる。しかしながら、ここで、 大きな問題に遭遇する。それは、並列化のジレンマと呼ばれる問題である。並列化に適したアルゴリズムならば、それ相応の性能が出るが、並列化に適さないアルゴリズムであると、並列計算上の無駄となり、せっかくの大規模並列が無駄になるという問題である。そのため、より性能の高い計算機を作るためには、並列化可能部分は大規模並列化を進め。 並列化の効果が薄い計算部分は、スカラー計算機の先読み分岐等を駆使したプログラムが行われるようになった。なお、先読み分岐なども、既存 CPU の精密化によって可能になった技術でもある。これまでのスーパーコンピュータ設計においては、ベクトル型とスカラー型の特徴に基づく実行速度や製造単価における有利、不利といった議論が行われた。しかし、 コストと性能のバランスを取りつつ、どちらも半導体プロセス技術の改良及びマイクロプロセッサ技術の開発によって着実に進歩を遂げてきている。現在においては半導体プロセスは物理学的かつ電磁気学的限界が視野に入ってきており、シングルプロセッサによる性能向上はほぼ限界を迎えつつある。このため複数の処理ユニットを有機的に結びつけ、 高性能な HPC を仕立て上げるような技術的課題の克服が求められている。ただし、シングルユニットにおいても限界に達したわけではなく、これまで続けられてきた高温超伝導による技術開発や完全に新規となるポストシリコンによる半導体設計や完全に新規の研究開発となる量子コンピュータといった 新たなコンピュータ素子による向上の可能性も残る。この部分に関しては、本校の将来の校や汎用計測計算機に記載した。現在は、その先の技術として、量子コンピュータやバイオコンピュータといった技術の成熟化に向けた研究開発が続けられている。なお、これらが将来、本当に製造され、実用に供されることになるのかはわからない。 現時点のソフトウェア技術の限界は、ハードウェア技術によって得られた広大な世界を食いつく、しながら進歩していると言っても過言ではない。しかし、プリミティブなチューニングや様々な調整等はこれからも課題であり、今後もハードウェアの進歩によって続くことになる。本校では、現在における各技術ごとのシステム設計状況について説明を行う。 課題認識について、現在の課題としては、後に挙げたデバイス群を高集積かつ高密度化することであり、これらが達成されることによって高速なデバイス開発が十分可能である。無論、安定動作のためには低温で用いる必要があるため、周辺技術も含めたシステム化が必要である。デバイス技術について、ハードウェア技術に関しては、基本的には、エドサック、 ユニバック、IBM、e l e a や CDC やクレイで設計された方法と何ら変わりのないものである。時間をかけて成熟化することによってデータフローアルゴリズムに適したハードウェアが開発できるようになったことも大きな進歩であった。基本的には CMOS FET が開発されたことによって低消費電力が達成されることとなった。さらに、 絶縁層の設計を見直すことで電子移動が高速になり、それまで中心であった、イクルトランジスタといったデバイスを置き換えることが可能になった。電子の高速移動に関しては、江崎ダイオードから始まるトンネル効果ダイオード、ヘント等の高周波デバイスが開発されたことによって、将来への進歩が続いている。これらは高周波デバイスとして、宇宙通信をはじめ、マイクロ波通信、 さらには、電波天文学の世界ではかなり以前から用いられてきた。特に、ハードウェア技術の進歩をもたらしたのは、CMOS 半導体の絶縁体端末化であったり、CU インシュレータ技術であった。これらによって、低電力かつ、高周波数のクロックにも耐えうる、半導体プロセス技術が確立された。CU インシュレータの高純度化によって、 半導体内のインダクタンスを一気に低減し、非常に予測のしやすい半導体が構築できるようになったことである。また、微細加工技術によって半導体の大事態をコンパクトにすることが可能になったことも、同期設計技術にとっては朗報であった。2015年4月現在、最先端の試作では10ナノメートル以下の世界に達しつつある。今後は、 短波パの抗原を用いて、さらなる超微細化加工技術が確立されると思われる。コンピューターアーキテクチャについてポリエチレンそのものの、設計はクレイラによって設計されたものとあまり変わりはない。プロセッサ間通信の問題は、外部バス化していたものを内部バス化することによって得られている。ビット数を増やすことによって、帯域を増やし、 クロック数を増やすことによって、プロセッサ内部の通信量を増やす手法によって、最大の性能を達成している。ポリエチレンのトポロジン設計に関しては、様々な考え方があるが、各プロセッサを専用化するのか、汎用的に用いるのかによって、性能差が歴然となる。現在までの研究開発によれば、ソフトウェアアルゴリズムによって、可変的に、 ポリエチレンのトポロジーを変更できる仕組みが最大の性能を発揮することは事実である。なぜならば、解くべき問題及び課題をアルゴリズムに分解し、それをポリエチレン間のプロセッサ連鎖に置き換えることによって最大の性能を発揮させることが可能なためである。ポリエチレンのトポロジー設計に関しては最適化設計と呼ばれる方法がある。 ヒエラルキー型のトップダウン設計方法と演算アルゴリズムによって可変可能なトポロジーを選択する方法が考えられる。前者はブルージーンで後者は最新のグレープ DR で使用されている設計方法である。演算アルゴリズムに適した設計方法はソフトウェアのアルゴリズムの研究からフィードバックされている。ただし無限再起法などのアルゴリズムは ポリエチレンの設計では難しいため、スタックを使わない、計算方法を選択する必要がある。つまり、ハードウェアではライフォー型ではなく、ファイフォー型の設計となる。この設計方法が、パイプライン演算の根幹を成している。近未来技術への足がかりとして、ETA-10 アーキテクチャーの場合には、モス f ッ t を液体窒素にて冷却することで高速動作を可能に、した点では、 正しかった。しかし、液体窒素を冷却する装置を含めたシステム全体が巨大化する点が問題であったと思われる。なぜならばメンテナンスを含めてコストが非常にかかるシステムになるためである。この教訓をもとにすれば将来の冷却型システムの場合には熱機関も含めた小型化及びシステム全体の密閉度を向上させる必要があると思われる。 操作型トンネル顕微鏡技術等を活用すれば、一原子レベルで操作可能であり、様々な材料を構築できることは事実である。無論のことであるが、この場合には、新しい材料を構築するためには、非常に時間がかかる点は事実である。量産可能にするためには、科学的プロセスを活用した結晶成長法の方が、はるかに理にかなっている。 この両者を組み合わせた技術が今後求められる可能性があるし、現在も研究が進められている。なお、将来に記載したが、放射光技術に関しては、半導体を構成する上で、フォトマスクやレチクルを作成するにあたり重要な技術である。そして、それらを写真工学的に活用することによって、調整密半導体を構成するための基幹技術となる可能性を秘めている。 しかし、最良の量産化技術を確立するためには、X 線レーザーやガンマ線レーザーを手軽に扱える仕組みを作り出すことであろう。既存の放射光施設では、量産化を行う工場等で保有することは非常に困難だろうと推定できるからである。なぜならば、スプリングマイナス8では、周囲 8km にも達し、用地買収等を含めても、 数百億円以上の金額がかかるためである。それ以外に工場の付帯設備まで導入することになれば、現在最先端の半導体製造工場の数十倍の投資が必要になり、現実的ではないためだろうと推定できるからである。なお、放射光技術を用いることができるようになった時の半導体製造技術としては、現在のフォトマスクとは違う素材が求められることになる。 高速中性子測定等で用いられているグラファイト結晶や鉛等の素材を用いたフォトマスクやレチクルを作成しないと X 線レーザーを用いた調整密半導体の量産化は難しい。なお X 線レーザーを用いた半導体量産化システムでは人への被曝の問題等があるため極限作業ロボット等を活用した工場の建設も必要とされるだろうと思う。 短波長であり、数また照射時間の長いレーザーはエネルギー量が大きいという特徴を持つ。現在のところ電子加速によって生じる放射光を用いるのはこのエネルギー量を維持するためである。その高いエネルギー量を持つ非常にコヒーレンシーの高い X 線やガンマ線によって分子構造の解明や結晶構造の解明が進んでいる。 これを工学的に応用するためには、これからも技術開発が重要である。なぜならば基礎研究がきちんと確立してから応用技術開発への筋道が開けるためである。そのためには多少工学であり、数また難易度の高い技術であっても、産業界と学術研究機関の相互連携によって、そのを広げる努力がこれからも求められていると思う。 現在のスーパーコンピュータシステムにおいてシステムの冷却方法が水冷型から空冷型に変更がなされているのは心臓部であるシステムモジュールにおける漏水や腐食等の問題を解決するためであるスーパーコンピュータシステムはパソコンなどと違って専用の建屋や電算機室などに設置される場合が多いゆえにアクセスフリーや強度の高い場所に設置ができるため 多少の騒音や多少の消費電力では問題がないのである。近年パソコン等において水冷型や静音型が増えてきているのは生活の場所、事務処理の場所等で使用されることが多いためである。以上のような教訓や課題によって近未来にはさらなるコンパクトかつ高性能な計算機が開発され、専用、汎用ともに高度な計算機が出現して、 実用に供されることになるはずである。現状について、現在、主流となっているのは最適化技法と呼ばれる手法である。この手法は、コンパイラとユーザーとの間の対話によって、その精度や最適化密度を決定していく方法である。この技法のみならず、初期値として最適化を行う方法があり、その技法の使い分けはユーザーがどれだけ、 ハードウェア内部まで理解しているのかによって異なる。ソフトウェア技術とは様々なレイヤーによって区分けされている。そして、その領域を経験から一歩ずつ登っていくユーザ層と、ただシステムを使うだけのユーザ層という場合がある。この両者を区分けするものはない。お互いのユーザ層がニーズ、ニーズとは批判、指摘、改善提案等を聞くことを相互にフィードバックし合う。 ことによって進歩が続いている。つまり、スーパーコンピュータにおいても、時代の要請や解くべき課題によって、ソフトウェア技術は変わっていくと予測できる。具体的には、より使いやすく、より対話型の言語へ。そして、何より、解くべき課題のデータが重要であり、それらのデータを用いて、解析を行う、ソフトウェア開発には、 ライブラリーやフレームワーク、テンプレート等が必須となる。無論、課題を解くためには、その課題を認識する必要があり、当然その問題意識からデータを蓄積した上でのシミュレーションでなければ、正確な予測は難しい。課題は与えられる場合場合と、自ら発見する場合がある。教育プログラム等から明らかなように与えられるのを経て、自ら発見し、 課題を解決するための組織に所属しているのが一般の研究者である。ライブラリーの活用とライブラリーを選ぶ理由、この相互の蓄積がソフトウェア技術を生むことになる。なお、ソフトウェア技術の場合にはシンプルなアルゴリズムが最速であるという保証はない。あくまでもデータ構造との間で検討されるべきものである。故にスーパーコンピュータでは過去からの継承性によって ポートラインや C さらには C が開発に用いられる。近年 C の利用が増えているのはより良い C としての活用方法であり新たに加わったオブジェクト思考等に関してはあくまでもライブラリー構築の際におけるカプセル化や機能モジュールの抽象化を目的にしているためである。今後のコンピュータネットワーク技術について断言できるだけの予測は不可能である。すでに 地球全体がインターネットで接続される時代になった。しかし、様々な情報が飛び交い、どれが正しく、どれが間違っているのかわからない事態に陥りつつある。この観点から、クローズドネットワークとしての専用ネットワーク、オープンネットワークとしてのインターネットの区分けがきちんとされるようになった。このシステムは今後も続くことになると思われる。特に、専用ネットワークは、 ある目的に合わせて設計されるため、非常に高性能かつ高速度になる。つまり、CCITT 勧告による OSI 参照モデルのうち、ネットワークトランスポート層と物理層との間でのレーテンシーを解消するために、同期通信技術が用いられることになる。なお、完全同期とするためには、計算機関の計算速度のばらつきを解消する必要がある。このため、 スカラ型スーパーコンピュータシステムでは内部ポリエチレンを同じプロセッサにする。時間動機による精度の高い通信システムはプロセッサー間の動機を正確に保つことになる。これによってデータ列はシステム動機に従って順序よく処理されることになる。高速度の面においては短い波長のレーザーを用いることによって達成されることになる。 紫外線レーザーを半導体技術を用いて発信させる技術が確立しつつある。短波長のレーザーをきちんと通信に用いるためには現在の光ファイバー技術においてより純度の高い素材が必要になる。なお、純度の高い素材はアモルファスとならないため中央に真空の航路を作成するなどの方法もある。この場合には航路の周囲を 紫外線を反射できる素材でコーティングするなどの必要性がある。このためコスト的には非常に効果となる。単波長レーザーの場合には真空中において最大の効率を発揮するため将来衛生間通信等で活用される可能性もある。無論のことであるが地上においては単波長レーザーに適応したファイバーの開発が行われると思う。今後の課題としては 安定的かつより短い波長のレーザー発信が必要になると思われる。これらの技術を確立するためには、超微細加工技術が必要であり、かつまた、レーザー設計のシミュレーション技術も同時に求められる。無論のことであるが、より精度の高い微細加工技術を達成するためには、より精度の高い計測技術が不可欠になると思われる。精度の高い計測技術とは、 時間計測単波長レーザーによってもたらされるからである。スーパーコンピューティングシステム外部においては、グリッドコンピューティング等によって現在までに基地となっていることであるが、バッチ分散型のシステムとしたシステム間の処理、速度ごとに集計を取るシステムが採用されることになると考えられる。ただし、ソフトウェア分散処理に関しては、システムリソースの状況を蓄字管理し最適な、 スレッドやジョブを割り当てる仕組みが今後の課題でもある。つまり、スーパーコンピューティングネットワークの究極のネットワーク技術とは、内部システムにおいては処理時間の限界への挑戦となり、外部システムにおいてはシステムごとの分散型システムとなる。内部システムにおける処理時間の限界は、すでに高速度の限界に近づきつつある。特に、 試作段階における同期設計技術においては、その問題が発生し始める領域まで進歩を遂げている。今後の課題としては、量産化技術において、どこまで限界へ近づけるのかであろう。なぜならば、製品としてリリースするためには、ある程度の製造技術に余裕がないと難しいためで、ある。具体的には、55ナノメートルの配線ルールを達成するためには、 40ナノメートル以下の製造技術が求められる。非同期、同期混在設計とは、このようなシステムの中間型インターフェース技術として用いられることになる。なぜならば、高速の内部システムと中速、低速の外部システム間において、バッファーリングやラウンドロビン型のジョブ分配システムとして機能することになるからである。量子力学的には、 単一の原子レベルの挙動のように観測されるが、半導体の素子レベルで観測すれば、統計的には古典電磁気学的に振る舞うのが、現在の半導体技術である。一の問題を解決するために生じている技術が、ポストシリコンや超電導技術、分子コンピューティング、量子コンピューティング等である。その先には、 将来の課題として掲げておくが、量子干渉効果や量子テレポーテーション、高温超伝導、高光子演算等の実験から新たな量子技術が生まれてくる可能性がある。単独のスーパーコンピュータだけによって処理性能を向上させるだけではなく、専用線ネットワークに接続されたスーパーコンピュータ群を仮想的に一つのコンピュータとして活用できる時代に入りつつある。 その際において、以下のような問題点も内包されている。等がある。これらの問題点の解決策として、個々の大型 HPC を並列的に接続し、分散クラスターとして扱う研究や投資も行われている。例えば、高速ネットワークによるデータ処理の並列化を目標に、情報基盤としての専用線ネットワークを構築し、スーパー SINET、所管。 国立情報学研究所、スパースコネット、所管、国立天文台等のギガビット以上のバンド幅を持つネットワークが稼働中である。さらに、クラスター基盤としてのグロボスやスコーの各プロジェクトにて実装しよう策定中であり、これらがすべて実現すれば、HPC 間での分散処理可能な仕組みを構築することができる。システムをトータルで見たとき、 システム最大性能を発揮させるには、システムチューニングが重要である。ハードウェアチューニングにおいては、データフロー型の設計が将来的に復活し、データオリエンテッドな設計がシステムを構築する上で、重要な課題である。これはすでに1970年代に提唱された手法であるが、データフロー型ハードウェア技術が成熟を遂げたのは1980年代で、ある。 しかし、多目的なソフトウェア開発が行われなかったことによって、一時期のブームに終わってしまった等の専用プロセッサとして、そのアーキテクチャーは継承された。一方、ソフトウェア手法においては、データ手動型の設計が主流を占めたのは1990年代に入ってであり、ハードウェアのデータフロー型設計に準じた構造を、NAS には資料の蓄積、 技術の蓄積が必要であった。これからの10年においては、システム構築に際しては、大規模データ処理技術としてのデータ駆動型の設計、及び、計算手動型の設計として、ポリエチレンのトポロジン設計が重要になると思われる。これは、現在主流のスカラ型システム及び、ベクトル型システムの根幹をなす技術であり、データドリブンの設計方法がハードウェア及び、 ソフトウェア全体に及ぼすと予測されるためである。詳細について具体化してみよう。現在のコンパイラは CPU の性能に甘えることによって、それなりの性能を出している。コンパイルソースからコンパイラを経て、機械語を生成するにあたり、機械語が増えることを、上調化率と呼ぶ。この上調化率を最小にすることを、最適化と呼ぶ。最小化するためには、 CPU の機械語を理解し、最小のプログラムを持って必要とされるデータを処理するようにすることである。これが制御等の分野におけるプログラミングの手法であり、工場の機械設備、自動車や飛行機のエンジンをはじめ、自動販売機、さらにはパチンコやスロット、ポケットゲーム機、携帯電話等のシステム及びプログラムの根幹を成している。 なぜならば、内部バスの接続はパラレルで行われている。それに対して、外部バスはシリアルである。なお、二次記憶用途などではシリアルでも可能な場合がある。なぜならば、レジスタメモリとメモリ間の通信が最大になるように設計されているのが、現在の CPU であるため、レジスタとメモリの間すら差が大きくなったため、マイクロプロセッサでは一時、キャッシュメモリ二時、 キャッシュメモリなどが搭載されるようになったのである。スーパーコンピュータ技術全体から将来を俯瞰すると、これまで培ってきたベクトル型技術とスカラ型技術の双方の技術の両立が求められている。相互に発展してきた技術は、半導体から光技術へ、さらには量子技術へと進歩していくことになろう。量子技術に関しては、これからの研究開発者にとっては、 格好の課題であり挑戦となるであろう。放射光技術と呼ばれた時代を総括するためである。技術史の観点から重要と思われるスーパーコンピュータやその源流となったコンピュータを示す。一部には最大構成での性能である。また、機種名の後ろの4などはポリエチレンの数を表す。ありがとうございます。